グランドファイナルゲーム3デトネーションコスミ VS フォーカスソフトバンクホークスゲーミングの試合スタートです。まあキーストーンでは特にミニオン出撃まであと30変わってるとかないです、ね。まあ、フォレスト選手が征服者なのでかなり集団戦にダメージを出す役というところを意識しているというところくらいですかね。あと AD キャリーがクレンズですか。はい、まあ、あとはヘクスフラッシュがサポートであるなしなるほどの部分ですかね。ビスタはかなりこう仕掛ける回数を増やしたいと、うん、そして先ほどレベル1のところで出した選手にかなりしてやられましたから、ここは DFM としては警戒しておきたいポイントになりますね。結構珍しいですね。あのボンアーマーじゃないですね、ビスタ。あ、確かに。行き継ぎとかでもないです。レベル1で入っていくのは SHG。まあ、ラプター前にワードを置くと。警戒されていると見てましたね。これ、かなり回数多くやるプレイですね、SHG は。そうですね。はい、ダッシャこれ、まあ、平時が消えるの待ってますか。おっと出した消える瞬間に出しましたが、これでもトレード勝つのダッシャです。今回は急スタートですか。まあ、今のところダッシャのルートを封じるためにダブル出したことによって、まあ、ミニオン削れなくなりましたからね。まあ、出さないと一方的ですから、はい、まあ、あの時点で打者側が駆け引き勝ってるような状況からスタートしましたね。さあラプタークルーグルートフォレストスティールはちょっと特殊ルート取ってます。レッドラプターと取って上側へと3レベルトップ側4レベルトップレベル側あトップ側っていうような、展開ですね。いやそしてレイファーキーついにタル見れましたね。見れましたね、ここのところ最近ちょっとガングトランク注目されていて何度か他のメジャーのプロシーンでもトップでピックはされているんですが、ただやっぱり完全にこうボイドクラブへのアプローチというところが、まあ、ちょっと難しくなってしまうチャンピオンなんで、おっとおここ勝ったのは大きい。体力有利はアリアがミッドレーン取りました。これダッシャー初めてですね。そうですね、はい、この BO5 トレーニング苦しい展開になったのが、まあ、すぐさまテレポート使う形になりましたが、ダガーは一つでのリコールになりますからね、アリアとしてもあリコール合わせるとかね。ビスターゼネスブレード見てからハープが叩き落とすか、そのハープに対してのスタンアフターショック同士ですが、フラッシュアウトはビスターダメージトレード勝ったのは DFM。 ただ下側に寄ってきているのはフォレスト。さあガンクもう一度というシーン、ヘクスフラッシュ平昇、ただ見えていたコロコロ種のスローが入っていますが、ゼニスブレードは当たっていません。ハープがダブルを使って避けました。今リリアのダブルスは避けましたね、完璧なタイミング。さあそしてダッシャーとスティールが体を当ててはいますが、この大きなダメージトレードは行いません。ボットレーンのプッシュだけして SHC は帰る判断です。プッシュの補助といったところもあるようなボットガンクではありましたね。ミッドレーンもう一度ダメージを出しました。勝ちます。いや丁寧ですね。ここで兵士のオタタック一発が食らえないですからね。そうですね、ああフーウェルウィンではデトネーションコスミ 39% 試合内容としては結構ギリギリではあるんですけど、まあ、2連勝 SHG がここまで重ねてますからね。福岡ソフトバンクホークスゲーミングは 61% とこれちょっと揺れました。お、そしてこの試合初めてですか、ビスタ選手レベル3トップ側のポジションに取ったのは、あ確かにそうですね、このゲーム1ゲーム2ではなかったんですが、ゲーム3初めてですね。さあボイドグラブA の準備ということで、あリフトスカトルのファイト、そうでしたね、トップレンドこれちょっとエビ、あっとタルが、いやこれはちょっとこれ際どい体力になったのでプッシュしきれません。今タル当たっていれば危なかったような、危なかったですね、はい、
まあ、ただ CS 差では大きくエビが勝っています、うん、ただこのプレートスティールキャップレネトン側が変えたことによって、まあ、新相手に買われてもダメージを取るのでは有利に、立てますね。まあ、ないと本当に辛いんですよ。そうですね、新の方が早く変えますからね。はい、でここで、まあ、ボイドグラブの獲得といったところは、うん、狙っていってますね。もう一度トップレン殴り合い、タルがまたしもヒット、スタンメッタギリはしっかりオレンジを食べて解除、体力有利取ったのレインファーキーだ。ボイドグラブちょっと怖いんじゃないかフォレスト。いや、ただ、まあ、レインファーキーアルティメットがありますから、詰め替えポーションの撮影もあってまでいけるという判断ですね。もう一度指の仕掛け、ボイドグラブのコールも一つありましたが、さあセブクの怒り、タルのリレンタル、ただ体力よりはエビ、どうだ届くか、あと2秒、ここはフラッシュを選択しますレイファーキー。ボイドグラブ3体を抑えたのは SHG です。いやー、ブリンクのプレッシャーうまく使ってフラッシュ使わせましたねエビ選手。エクストラシーンゼネスブレードスタンにはなったが、ハープがマーブルに対して仕掛けています。お互いちょっと殴れないか、いやマーブルがしっかりハープに殴れている。いや、ボットレーンちょっと激しいダメージトレードですか。かなりビスタ選手積極的にトレード仕掛けていってますね、ただビスタもうポーションもありませんから、なんとかハニーフルーツ探してますかね。そうですね。さあボットレーン、カウンタージャングルに入っていたのはフォレストですか。レッドバフはスティールが抑えます。結構お互い全てのレーンこうダメージトレードが激しくて、カメラがちょっと動き回るとこれは追えないですよね、あ、そして少しずつではありますが、やはりエビ有利握りつつあります。9のレベルが上がってくることで、打ち橋の2回目ソロキルもちょっと狙いそうだが、フューリーが足りるかどうかと、タワーダメージ一発もらいながらあと一発というところまで削っています。エビちょっとミニワイブ体で止められてしまったので、継続してプレッシャーというのは難しいですね。そしてその間にドラゴン獲得は SHG、 さあ戻ってきた、フラッシュインメッタ切り、オレンジの回復、ダメージはどうだ、タワーしたー、ファーストブラッドエビー相打ちです。レファーキーも1キル獲得、レファーキー選手も決してワンブイワントレードになったので悪くないですが、いやただこの圧力というのが、まあ、レネトンをチームとして使うとても重要ですね。まあ、そうすることによってトップサイド側の視界の管理とか、まあ、リバーへの通路のアクセスというところで SH 側が主導権握れる、維持できますからね、おっと真正面からのグレイシャルプリズムだったんですが、ステップでよけましたマーブル、見てからステップでしたね今は、はい、いやだってクレンズもフラッシュもあるんですけど、いやこれリソース使わずに対処できたのは大きいですね。え、クレンズを落とさないのみたいな感じですよ。使わせるのが前提でしたからね今は、はい、もう使うでしょぐらいの打ち方、はい、いやこうなってくると、あ、また動いていますビスターミッドレインへ。いやここにハープ選手が先に動けないというのがやっぱちょっと苦しい展開になってますよね。ただ先ほど比べてもアリア選手のレーニングが非常にいいので、はい、CS イーブンになっているレーニング主導権も渡してないですね。ボットレーンも CS ではユタコンの方が勝っていると。ただフォレストが入りに行く、ブルーバフへの攻防、ここにはビスタが近い位置、ハープが今追いつきました。さあブルーバフスティールで抑えた、スティールがしっかりスマイトで抑えました。さあダッシャーへのフォーカスか、ハープのダブルのスネアを見てからロケットジャンプ、第1の捕獲はトップサイドへ、そこに一斉砲撃まで打ってフォーカスしていくのはビスタか、ただダッシャーが戻ってくる、お見事、皇帝の分サレは2人に対して入りましたが挟み込んでいるのは DFM、 ただし人数有利があるのは SHG、 2キル獲得、ブラストコーンでダッシャー戻ってきましたか、うん、そうでしたね。いや、これさらにはこのタイミングのファイトはやっぱりレネクトンとそしてリディア、色が強いですね。本当に冷静に対処します SHG。 最初のところも真岡の W を見てこれ運ぼうとしてるんですよね若干、あーなるほど、孤立させようとして狙っていったと、そしてここのところはやっぱりレネクトン行かせたの大きかったですね、ただ敵が飛び込んできてくれているんでリディアの頭をしっかりと当てることができていると。さあこれでボイドグラブ6体も SHG 見えます、まあ、
ファイトができないということで、DS はボイドグラブではない反対側のボット側のところでアドバンテージを広げる動き切り替えましたね。ただそのブルーバフのカンタジャングルもしっかりワードが置けています。 SHG これはミドル展開。さあだいぶセットアップ、グレーシャルプレゼン。ただテレポートカバーも SHG 早い。マーブルの2人攻撃削りましたが、ダッシャーのカバーです。ここで一気に切り替えていって、日本魂時というのは順位しっかりとさせたいですね。トップレーンではレイファーキがちょっともうタワー下に入り込めないようになってきつつあります。さあボイドグラブ6対、今コールが終わって SHG が獲得。タワー CG のカバーはフォレスト、タワープレートなんとか1枚取りました。アリア、いや最低限になりますかね。一応ワンウェーブサーというのは AD キャリカにつなげることができているんですが、やはりボイドグラブ6体取られたことが非常に痛いですし、トリスターナのサイドのプレッシャーというのがまた増しますからね。しかもここからやるんですか、ひょっとして。なるほど。11分30秒です。いやいいですか、もうすでにカイザーボットからミッドに移ってますからね。はい、そうなんですよ。王権ができたタイミングです。そこで狙っていけるということですね。ダッシャースーツはボットサイドを向かいます。また今度だ。いや、これ L 選手は常にやっぱこういうところを押せてるのは大きいですね。残りタワープレート2枚。レイファーキー選手も非常にうまくタルを当てて体力削る動きができているとこういうところではあるんですけど、トップサイド側にかかるプレッシャーが非常に多くて大きくて、なかなかトップガンのそのリバウンド視界というのを確保しきれてないですね。これマオカイがトップガンにいるのが分かっていますから、これボットのタワー CG スティール選手がカバー、そうなんですよ、スティールはカバーしています。これダイブが結構できそうですか。 SHG どうするか。トップレーンにはアリアがいます。ソーラーフレアど真ん中、お見事です。これ綺麗なダイブとなるでしょうが、ビスタのキルです。イグナイトでのデッド、まあ、ただこれタワー取れるので、これは SHG としては、まあ、キルを取れたことがとても重要ですね。ちょっとローテーションでのミスか何かということなんでしょうか。これはかなり珍しいですよね、あのタイミングでジャングラーがタワーのカバーというのは。あるいはトップレーン走ってましたけど、ちょっとレファキのリコールができなかったということですかね。かもしれないですね。まあでもそこをよく逃さずに SHG は仕掛けていきました。これで2ドラ目プラスダッシャー、一体何プレート取るんだ。まあ、タワープレートを取れば取るほどタワー硬くなっていきますが、まあ、やっぱボギラグラフのパワーが、もうワンウェーブでもう一つ取れそうですよね。はい、取れますよね。あ、ただ無理はしないようですね。あ、なるほど。ここでリコールするということは、まあ、タワープレート取りに行かないと、無理していかないということですね。ドラゴン確保できている、あとはガングプランクのファームもある程度削れているということで、それだけで十分という判断ですね。トップレーンでも3枚、ボットレーンでも3枚、ミッドレーンで1枚ですから7枚ですよ、SHG 相当取れてますね。これフォレストからしても、まあ、ゲームメイクしやすいというか、そうですね、かなりやりやすい状況になってますね。全レーナーがアイテムアドバンテージを相手に対してつけている状況になってますから、まあ、つまりはプッシュ先行を非常に考えやすい。となるとリディアは動きやすいですね。アリアが一応ファーストコア、あとはユタフォンもスタティックシール完成というところまでは来てはいますが、さあリフトヘラルドタッチはディーフレーム、それに対して SHG はリフトヘラルドはもうギブでいいと。それ以上にプッシュそしてターンのところを崩さないことが重要という判断ですね。さあボットレーン600ゴールドが入った、アウタータワー破壊成功。 SHG リコールは見えていて、ハープが止めました。そこに合わせるのはアリア、第一のバックまで打ちましたが、スネにはなっていない。エビに対してグレーシャルプレズ見てからフラッシュアウト、いや素晴らしい。そしてこれボットレーンに対するカウンターが刺さる。いやただレバキ選手タルでウェーブクリアある程度できましたかね。さあミッドレーンではマーブルが少しずつタワーを削っています。トップレーンではアリア、ボットレーンはまだダッシャー残っている。あ、でもフォレスターがリコールしています。そうですね、お、エビの仕掛け、バックティビーダッシャー、ロケットジャンプ工程の分されよ、バスターショット、お見事ダッシャー。いやこれゲームの流れといったところがかなり SHG に傾いてますから、そこを崩すために誰かが無理をしなきゃいけないということで、フラッシュもあってアルティメットもある、無理がないキックアシールがその選択を取りましたが、
バック TV はちょっと警戒してなかったですね、正面から来るレオナやリディアは警戒していたと思うんですが、アウター2本ですよこれ、ダッシャーにとてつもないことになってますね、スマイトで今度はブルーバススティール成功しました。フォレスト、これヘラルト使うタイミングを作れるかどうか、タワーに対してのタックルはもちろん狙いたいんですけど、ちょっとこのテンポだとラインを押し上げるためだけにしか使えないかもしれないですね。おー、そうなるとSG からすると狙い通りになりますね、まあ、多少削られたところでみぐらいの、はい、そしてまあ入っていくことに関しては、まあ、レオナがいるのでそこを盾にしながら、まあ、ファイトが起きるのであればそこで一気にレオナ・カイサーのラインとかプレッシャー使いながらリリアが後から入っていくみたいな狙いでしょうね。でもバンスゴールドは発生しますからオブジェクト、まあ、ここは4000ゴールド差、まだやっぱちょっと遠いですよね。通行は欲しいですからね、ガングプランクにしろアジールにしろ、さらにはレベル13、ユタポンが支えるしかない。まあ、もうなんとかこのジンというチャンピオンを使ってウェーブクリアしてはいますが、まあ、ミッドのファーストタワーが正直生命線ですよね、SHG も攻略をしようと何度も指示してはいるんですが、まあ、ミッドの、ところに対してダイブできるタイミングでトリスターナのサイドのファームの方を優先したという展開もあるんですが、ああ確かにこれで通行はできました。ダッシャーはただまあ、あと2レベル欲しいですね。あ、リフトヘラルドここで出しました。まあ、タックルは入りますが壊すには至りません。どうします、でも SHG はこのままこうずるずる行くのはよろしくないということで、何を狙っていくんですか。まあ、まずやはりドラゴン重ねていくことですよね。サンドラー次確実に取っておく、ここで、オーシャンソウルが取れると、そのガングプランク VS レネクトンというマッチアップのところでのレネクトンの耐久力がまたグッと上がるので、ガングプランク側がワンボイワンのところで勝ったらまた難しくなりますから、このドラゴンソウルというところは最大の押し引きというところで両サイド SHG が押せるようになる、危険になるオブジェクトになりますね。さあそのドラゴンに向けて、というかもうなくてもなんかエビずっと勝ってるような、セブコの怒り発動、ワンバイワンメッタ蹴り、一旦オレンジでキャンセル、タルはオーターアタックで壊しているのはエビです。ダメージ足りるか、メッタ蹴りのスタン、もう一度スライスアンドダイスで足りました。エビソロキルです。レネクトンのあの周囲のダメージ全部食らいましたからね、あれめちゃくちゃベースダメージ高いんですよ、しかも魔法ダメージ、はい、全く対処ができなかったですね、さあそのままオーシャンドレイクタッチを SHG、 エビはテレポートを持っていますがリコールはしていません。グレイシャルプリズン、ビースタが体で受けてゼニスブレードからの反転、合わせてフラッシュインカルのスタン、さらにはソーラーフレア、ダッシャーフリーディーリング、エビがテレポート、これは先頭に帰りはできませんでしたが十分な成果でしょう。ビースタお見事です。おっと素晴らしい対応、そしてマーブル、インビジブル生かしてキラーボイド、スネを避けています。さあフィナル展開、ここは慌ててフォレストがボディーブロックちょっとできていないが、フラッシュアウトから一斉砲撃でバーブルデッド、ちょっとフォレストの息が合わなかったか、ちょっと合わなかったですね、そこをよく拾いました。これミッドのタワー CG できますね、ずっと壊したかったこの重要なミッドのアウタータワー、 DFM が先に破壊します。レッドチームのタワーが破壊されました。これダッシャー VS レイファーキー、いやこれキルが取れなかったまずい、ダッシャーキルは確実に取れないか、どうだ、ヨードルグレネードのダメージは足りない、うわロケットジャンプできない、ダッシャーキルはしかもスティールへ、エビがなんとか奥に行ってウタポンを倒そうとしますが、永久凍土のスタン、ハープのスタン、レイファーキーに対しては届かない、なんとかアリアを倒しましたがまだ暴れるエビ、エビがまだ生存、ダブルキル、さああとはフォレストとスティール 2v2 の構図、ユタボンを倒したいビスタですが届かず、フォレスト拾えるか、ジンの足が速い、拾えない、マーブルのデッドから始まって合計で5キルが DFM に転がるよというような形になります。いやただその流れの中でミッドのファーストを取り返せたのは SG としては大きいですが、ダッシャーでここ、まあ、もう取り切るしかなかったんですが、一発クルーグに吸われた
なるほど、オートアタックが、なるほど、その分ですね、吸われてなきゃ足りてますね、ここ足りてますね。どうして足りないんだろうと思ったら、ちょっと GP と重なってましたね、クルーグ。そこで、まあ、バラバラにファイトに入っていく形になったので、相当アイテム差がある中でも、そしてパワープライズの差がある中でも DFM が戦いましたね。そしてここでジンの足が速かったので最後のリーナ W 大きかったですねフリートの移動速度アップですかね。そうですね。おっと、またダッシュを VS レインフォーキー、タルトスローが入った。ロケットジャンプでちょっと映像飛びましたが、ロケットジャンプで出たんですが、ここはアリアが寄ってきてキルはアリアへ、ダッシャーを狙い撃ちと。というのはこれダッシャー選手が最後の 1V1 のところで、ええ、ゲームまた動かそうとしたところに対してレバキー選手がまあうまく耐えたという形ですね。想定以上に硬いと。そうですね。さあただそのままアクションが止めません。バロンタッチは SH、 ただスカトルのこれはエリアで分かっています。 DFM ステルグレーシャルプリズン結構急いで打ちましたが、バロンの体力はまだ全然高い状態です。さすがにバロン継続はちょっとできないですね。これ SH の社は、バロンを借り切ることも、ましてこうバロンベイトからカウンターでエンゲージすることもどちらも不可能なのは分かっていました。ただそれでも触った理由としてはボットのタワーをアジールに触らせないためですね。あーなるほど、あそこでバロン触らずにプレッシャーかけなかったらアジール、アリア選手はボットのタワー破壊しに行ってたら間違いないので。ただ、さすがに相手にバロン触られたら相手が取り切れないことを分かっていてもアジールちゃんとボットラインから体消さないと、うん、バロン取られてしまいますから、そこで一つでもかけさせるための SHG のバロンタッチでしたね。さあまたダッシュはボットレーンです。もうこの構図 SH じゃやめないですかね。そうですね。そしてここに、まあ、ダッシュ選手単独でプレーさせるのか、ええ、それともチーム全体としてサポートするのかというところで変化を加えてますね。ドラゴンまで1分、オーシャンソウルエリアを取りに行きたい SHG、 ジャングルの中で待っているのはスティール。ただレンプシュの主導権では SH です。ボットレーンではかなりミニオンがパワーで消えていきます。これカイサにせよトリスタンにせよ機動力があるので、かなり長い打連に体を出せるというのは大きいですね。あしかもそのままボットのインナーとは破壊成功です。これでタワー4本獲得 SHG。 そしてここドラゴンのためにラインを上げるというのも成功してますから、かなり有利な状況でドラゴンファイトを迎え撃てそうですね。そしてただおレファキ選手レベル14、アリア選手もレベル13というところでパーサイド迎えてますね、はい、ようやくタルの速度が、うん、本当にようやくですね。さあしかも5スタック。ただ SG としては、まあ、相手がドラゴン見るのであればバロンというところで揺さぶりをかけてますね。あしかもスカトルもこれは取ることができます。 SG に全くワードが周囲にないことは分かってますね、ええ、スティールが体を当てに行く。それに対してエビセルトの怒りフラッシュアウター、スティール。さあ第一の箱フィナーレですが、横からフォレスト子守歌どうだ。いや微妙な子守歌になったが、それでもダッシャーマーブルフリーポジションだ。ダメージディーラー、そしてエビはフロントを最後まで支えました。ロケットジャンプからのバスターショット、ただ太陽の円盤の真下に行ったことでダッシャーはデッドしますが、合計で4キル獲得 SHG。 いやこれフォレスト選手素晴らしい入り方でしたけど、 DFM 側の対処も素早かったので崩しきれなかったですが、ただその後の追撃の判断がダッシャー選手素晴らしかったですね、自分の身を犠牲にしてあれ、W で裏回ってアルティメットで、手前に持ってくる判断でしたか。ここちょっとレネクトンがそのポジション取ってるのが想定外だったというようなところでしょう。ここいやでここからですね、レインファーキー選手を手前に持ってくる動きでしたよね。ここが面白い判断でしたね。ガーディアンエンジェルがない中でもちょっと攻撃の判断をしてレネクトンとカイサに託すと、レッドチームいい判断でしたね。
あと子守唄であのアリアに CC ロックかかってアリアが何もできずにデッドだったんですね、はい、起きたなってすぐ起きたなと思ったらあのビスタの EQR の CC ロックでデッドでしたね。それでも3000ダメージ出してるのが凄ましいですね、はい、まあ、確かにゾニアがないと。うーん、いやでもフォレストよく決めました。かなり難しいシーンだったと思いますけどね。まあ、ただやっぱフラッシュありきですよね、ああいったプレーができるのは。次フラッシュないですからね。でもオーシャンソウルがありますよ。確かにドラゴンストレートで取ったのは SHG です。睨み合いではかなり有利な展開が築けます。裏にはエディ、さあポジションを見ている。 DFM はこのビジョンでいかなくてはいけません。 SHG かなり有利、一旦一斉砲撃。ただ下からエビが出てきてセブクの怒り、ハープを狙いに行きます。第一の捕獲を使わせた。ソーラーフレアど真ん中、それに合わせてアリアにフォーカスですが、皇帝の分され、ただ間に合わず全部のスペルを使って SHG 飲み込んでいきます。ダブルキルはマーブル、トリプルキルはマーブル、トリプルキル4キル獲得。 SHG まさかストレートなのか。いやストレート、ブルーチームのタワーが破壊されました。いやヘタコン先生なんとかクリアしようと、裏からミニオンを殴りたい動きなんですが、ダッシャーが妨害します。完全に時代は変わりました。春夏連覇、圧倒的な強さを我々に見せてくれます。 LGL2024 サマースプリット、王者は福岡ソフトバンクホークスゲーミングです。完勝でしたね。ゲーム1ゲーム2は結構ギリギリな戦い、紙一重な戦いが続いていたんですが、このゲーム3のところはもう圧倒的な内容で、上回っていたと思います。ゲーム2と比較してもミッドのアジール VS トリスタンのマッチアップのところで、アリア選手がしっかりとテコ入れして主導権を取り切られないように